瀬戸内海歴史民族資料館は、香川県高松市の五色大山城にある人文系博物館。瀬戸内海と周辺地域の民族を対象に資料収集、保管、展示、総合研究をしている県立の資料館である。1973年に開館した。1977年、瀬戸内海及び周辺地域の魚老用具が、 国の重要有形民族文化財に指定された。そして、1993年、瀬戸内海の船津及び船田育養、具、2015年、西日本のセオユンパングコレクションが国の重要有形民族文化財に指定された。建物は、1974年日本、建築学会賞を受賞した。そして、1998年公共建築100選に、 選ばれ、2013年ドコミューも、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選ばれた。2008年、香川県立ミュージアムの文館となる。瀬戸内海の漁業や島々の暮らし、船大工用具、海鮮などの瀬戸内海の海運、香川の自然環境に育まれた、砂糖、麺、塩のさぬき三白、ため池などの水利用具、稲作用具、 祭りや芸能に関わる資料を展示している。展示内容は公式サイト、瀬戸内海歴史民族資料館展示を参照。瀬戸内海歴史民族資料館の屋上より、ありがとうございます。